ところで佐山さん、はい、佐山さんが初めて自分の腹筋がもしかしたらすごいんじゃないかってなんか気づいたのっていつですか？これでももう10年以上前ですね。10年以上前、誰かに言われたとか。いやもうこれも自意識過剰ですね、完全に。あ、俺めっちゃ腹筋割れてんじゃんと思って、しかも数えたら8個あるわみたいな。あ、これ6パック超えちゃってんなっていうのがもう13年ぐらい前ですね。毎日動画を作ってて一番大変なことは？ああ、もうこれはあれですよ、やっぱり今体も切れてないんですけど、ネタだけは切れているみたいな。動画内で、はい、まあ、タオル、サングラス、まあ、はい、いわゆるマスクの裏に隠れる理由は何ですか？これも単純にドラゴンボールのグレートサイヤマンっていうキャラがいて、まあ、当時僕が YouTube 始めたのって4年ちょっと前ぐらいだと思うんですけど、まだちょっと YouTuber っていう言葉なかったじゃないですか。YouTube やってるのがちょっとあんまバレたくなかったっていうのがあったんですね、その筋トレ界隈の人たちに。うん、それがそのままそのままこうキャラクターにも恥ずかしかったんで、目立ちたがり屋のシャイで。昔僕が作った佐山さんのモノマネ動画を、はい、初めて見た時正直どう思いました？サングラスちょっとちげえなと。犬か猫どちらを飼えばいいかで迷ってるんですけど。いや、僕も両方好きなんですよね。もう迷ったら2匹いっちゃうみたいな。2匹いっちゃう。2匹。サイマンさんが最も嫌いなこと、恐れることは何ですか？嫌いなこと、筋トレ好きなんで筋トレできなくなったらちょっと辛いなって思いますよね。一回僕足怪我して、まあ、診断では痛風ではなかったんですけど、おそらく痛風なんですよね。痛風って知ってます？痛風って分かりません。もう肉外れ、風が吹く、違う、痛風、痛い風で痛風だと思うんですけど、はい、もう足パンパンになっちゃって、多分減量にしてもう過酷な減量で、そこで結構お酒とか入れて、ああ、へえ、なっちゃって、まあ、診断結果は痛風じゃなかったんですけど、多分痛風だったんですよ。1週間ぐらい筋もうまともに歩けなくて。やっぱりその時は怖かったですか？もう俺このまんまもしかしたら一生筋トレできないのかもみたいな。筋トレをすることによってなんか精神安定剤じゃないですけど、こうなんかこう、あ、ちょっと今日なんか嫌なことあったわと思って、こうベンチプレスしたらまあいっかみたいな感じになるじゃないですか、はい、僕なるんですけど、もう足が動かないともう怪我とかね、もう何もできないっていうのはやっぱこう精神的にもやるんで、それはちょっと一番怖いですよ、筋トレができなくなる自分。若き少年サイヤマンさんに語れることがあれば何を語りますか？あ、もう自分の若い、自分の若いサイヤマンさん。もうでももうちょっと勉強しとけよと、まあ、ヤンキーみたいな感じだったんで、当時もう悪さばっかりしてたんで、もうちょい真面目に生きてもよかったんじゃないみたいな。あ、そろそろ時間っすよ。もう2時半なんで。え、何の時間ですか？いや、もう筋トレっすよ、筋トレ。筋トレ行きましょう。行きましょう。行きましょう。You have
皆さんここまで見てくれて Thank you very much。 ちょっと短い動画になったかと思うんですけど、今日は本当にありがとうございました。で、皆さんもご存知だと思うんですが、サイマンさんはチャンネル持ってます。リンクはこの動画の詳細欄に貼ってます。皆さんチェックしてみてください。サイマンさんの動画がもしかしたら初めての方もいるかもしれないので、はい、サイマンさんのチャンネルでは、どういうものが見れますか。まあ、基本的に胸ピク動画ですね。だいたい困ったら胸ピク してろって言われてるんで、はい、まあ、こんなような筋肉を使ったネタとか、たまに筋トレとかやったりとかしてるんで、もしよかったらちょっとだけ見てください。チェックしてみてください。本当にこの今日はサイマンさんのトレーニング様子、結構貴重なトレーニングシーンを撮れて、ありがとうございます。皆さん次の動画でお会いしましょう。 Work hard, wake up, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. OK。 そういえば最近、はい、YouTube の筋トレ会盛り上がってますね。めっちゃ盛り上がってますよね。でなんかはい、あそこに行くとですもうアップしたらもう、はい、ネタ切れ落ち、ネタ切れ落ち、うるせえわっていう感じですけど、はい、ちょっと笑っちゃう。トークも切れない、体も切れない、ネタだけは切れている。どうもサイヤマングレートです。僕らは